井上選手らしい見事なミドルシュートでしたけれども、振り返ってください。まあ、思いっきり打ったら、まあ、いいとこ行ってくれたんで、まあ、とても嬉しかったですね。はい、移籍して初めて大銀ドームでプレーされましたけれども、いかがでしたか？いや、なんかすごい気持ちは高ぶってましたし、まあすごいモチベーション高くやれた結果だと思うので、本当勝ててよかったなと思います。その井上選手のゴールも合わせて3対1での勝利となりました。連敗ストップですけれども、そのあたりはいかがでしょうか？4連勝してその後2連敗したんで、負けられないっていう気持ちも強かったですし、まあ特別な思いもあったので、まあそういった中で、勝利に貢献できたことは、はい、とても嬉しかったです。では今後に向けて一言お願いします。まあ連戦続くんで、しっかりいい準備してまた次勝てるように、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。